この動画ではレッスンタイムのメール機能について説明します。画面右上のメールアイコンをタップしてメールを開きます。メール機能でできることの一つ目は先生にメールを送信することです。まず画面右下のプラスマークをタップして送信画面を開きます。次にメールのタイトルを入力します。その後本文を入力します。最後に送信ボタンをタップして送信完了です。メール機能でできることの2つ目は受信メールの確認です。確認したい受信メールをタップしてメールを開きます。そうすると受信したメールの本文を読むことができます。また送信メールと下書きメールも同じ手順で確認することができます。このようなメール機能を使ってぜひレッスンタイムをお楽しみください。